なんかああ時頑張って勇気持って企業を目指して、はい、あの時大変だったけど、はい、よかったなっていうふうに思う瞬間、瞬間というか、そのなんか じわりと来る、じわりとこうね、なんかこう、うん、じわりと来ることがすごく多くて、実家とか帰った時たまに思いますよね。なんか実家とか昔を思い出すじゃないですか、うん、実家帰ると、あ、なんか、あの時はこんな時もあったなって思ったりする、うんうん、何者でもない時もあったわけだもんね、単なるね、俺自分も学生だったりとか、フリーターだったりとかね、はいはい、こんにちは、三谷誠です。はい、こんにちは、長浜大です。はい、今日もですね、キャリからやっていきたいと思うんですけれども、うん、今日はですね、うん、テーマが社長になって変わったことと、うんいうところで、はいはい、まあ皆さんね、多分ちょっと気になるところだと思うんですけれども、うん、まあ世の中ね、まあ、いろんな社長さんいると思うんですけれども、うん、やっぱりこう社長になると、うん、結構やっぱ時間とかね、うん、お金とか、うん、まあいろいろね、良くなるんじゃないかっていう、まあ僕も企業を目指すときやっぱ社長に対しての憧れっていうのがあった部分もあるんで、うんまあ、その辺ちょっとね、まあ、ざっくばらんになるほどなるほど、はい、話していけたらいいかなと思うんですけれども、はいうん、まあ大さんもやっぱりサラリーマン経験をして、うん、起業してっていうまああって、はいはい、実際どうですか、その変わったサラリーマンの時と比べると、あ、自分で会社を経営するようになって、はい、どうですか、うん、まあ一言で言うなら、はい、いいですいいですまあいいです、うん、いいですだよね、でもねまあまあまあそうです、ね、もうちょっと言うんだったら、ほら僕もね、もともとサラリーマンで、うん、サラリーマンから、はい、すぐに社長にはなれないわけじゃない、はいはいはいうん、だけど、まあ、変な話、今ね、うんまあ、戻ろうと思えば、はいね、元いた会社に戻れないかもしれないけど、うん、今からでもどこかの会社にお勤めしたりとか、はい、アルバイトやったりとか、うんまあ、そういうのは、まあ、今からでもできるわけじゃない、はいはいはいうん、でじゃあそっちに戻りたいかっていうふうに言われたら、うん、戻りたくないです、うんあうん、なるほど。そう考えると、うん、起業してね、はいはいまあ、やっぱりこう、まあ、僕の場合はもう16年経つけども、うんまあ、16年間、まあ、ほぼピンチらしいピンチもなく、はい、やっぱりこう時代は変われどね、うんうん、やっぱりこうコツコツずっと右肩上がりでやってきてるんで、そうですよね、そうだからそういう意味では社長になってよかったなっていうふうに思うことの方が圧倒的に多いよね、まあ、そうですよね、うん、確かに、まあ、会社員というか、うん、雇われる側に戻りたいかっていうと、うんまあ、戻りたくはないなっていうのはありますよね、まあ、そうだよね、まあ、自分の力でやっぱり やれてるっていう、うん、こうなんていうのかなこう楽しさもあるしね、はいはい、なんか、うん、実家と一人暮らしみたいなもんですよね。どういうこと？わかんないですけどなんか実家での時っていうのが、うんまあ、例えば会社員だとしたら、うん、一人暮らしして、まあ、一人暮らしなりの大変さもあるけど自由度もあるとして、うん、じゃあ一回一人暮らししてまた実家戻りたいかっていうと、うん、やっぱ実家にも戻りたくないですよね、まあ、そうだよね、楽だけど、そうそう、まあ、でも楽じゃねえないか、うん、そうですよね、うん、そこはそこのストレスというかいろいろあったりもする、そうだよね、うん、その実際、はい、どうその社長になって、うん、何が良かった？いやまあでも結構いろいろ変わりましたね、うんまあ、僕の場合はやっぱりその、うん、第3の会社入る前っていうのは、まあ、フリーターで昼間派遣で夜は居酒屋みたいなこう、まあ、本当フリーターやって、まあ、いわゆるね本当大変ですけれども、うんうんうん、結構働く時間がまあ長かったんですよ。ダブルワークみたいな感じで気持ちでね、うん、朝9時から夕方の、まあ、夜の11時半ぐらいまで働いて、うん、1日本当十何時間働いても、うんうん、やっぱり給料ってやっぱ20万ちょいとか25とか25ぐらいの、まあ、行くか行かないかぐらいですね、うんうん、っていう形で、うんまあ、やっぱりその収入っていう面では、うん、やっぱりその時間時給1000円だったらやっぱ1000円以上絶対もらえないですし、そうね、そう、うん、1日ね24時間で365日あるとしたら、うん、もう本当に大体自分を時給換算で考えたらもう入ってくる収入っていうのが決まってきて、うん、そうで収入を得るためには時間使わなきゃいけない、なんでまあ本当にその、うん、僕はそう思うのがお金がないから時間がないっていう状態だったんですよね、うん、お金がないことによって、うん、じゃあ生活費を稼がなきゃいけない、うん、そのためには自分の時間のほとんどの時間を労働に費やして、あ、なるほど、朝から晩までバイト掛け持ちしてそれで入ってくる収入で生活費を回してってなると、うん、エンドレスっていうか大体生活費分ぐらいしか稼げないんですよね。まあそうね、で、まあ、頑張って働いてちょっとずつでも貯金していったとしても、うん、結局なんかね、イベントごとというか、うんまあ、例えばちょっとこう頑張ってちょっと貯まったなと思ったら、うん、例えばマンションの更新月があったり、うん、ちょっと貯まったと思ったら市民税、結婚したりとか、そう、友達結婚、市民税、クリスマス、はいはい、彼女の誕生日とか、旅行行こうとかになるといつになっても貯まんなくて、そうだね、
そう、まあ、そういったところがあったりするので、で、まあ、起業してすごく良かったのが、うん、自分の頑張りが全部自分に返ってくるっていう、そうっていうところがあるので、うん、まあ、本当に自分で収入を決められるっていうところがあるからだと思うんですよね。なんで、まあ、自由と責任って、まあ、両方あれだとしたら、うん、適当にやってもいいし、うん、どうしても自己責任の代わりにやることやったらしっかり返ってくるし、しっかり仕組みとか会社構築してしまえば、うん、本当にあとだいぶ楽になっていくかなっていう部分があるので、うん、まあ、そういう面では、まあ、本当になんていうんですかね、こう年々収入っていうのがやっぱ上がっていきましたし、うん、はいはいはい、それに伴って、まあ、しっかり経営してればやっぱ時間の余裕っていうのも出てくるようになって、そうだね、それは言えるね、うん、なんで僕なんかやっぱこう海外が好きで、うん、社長になりたいっていうよりも、うん、1回しかない人生、なんか行きたいとこ行きたいし、やりたいことやりたいし、うん、自由になりたい、うんうん、そのための手段として考えるときに、うん、やっぱりビジネスを自分でやっていくとか、うん、やっぱり投資できるようにして、うん、自分が働かなくてもやっぱりこう自由な状態を作れるようなキャッシュフローをしっかり作っていくっていうところを見てやってきたんで、それ考えるとやっぱりこう今の資本主義社会っていうんですかね、うん、の中ではやっぱり資本主義っていうだけあって、そのやっぱりビジネスとか投資っていうところを学ぶことが実はその最短距離なのかなっていうところで考えると、まあ本当に自由はめちゃくちゃ上がったかなっていう感じしますね。しょっちゅう言ってるもんね、海外ね。そうですね、言ってますね。そうかそうか、うん、で僕なんかは、はい、贅沢したいわけではなかったんだよね、はいはいはい、やっぱりこうどっちかっていうとちょっと守りというか、やっぱりこう若いうちサラリーマンやってて、はい、やっぱりこう将来不安だったし、守りをまず固めたい、はい、そのためには若くて頑張れるうちに力をつけときたい、はいはい、若くて頑張れるうちに収入を上げときたい、はい、でそれでちょっと起業を目指したっていうところが僕はあるんで、はい、そういう意味では、うん、守りが固まって、なんか将来どうなっちゃうのかなっていうすごい心配ばっかり若い頃はしてたんだけど、うん、今はこう、ね、仕事頑張れば頑張るだけ成果につながったり、はい、やっぱりこう収入も上がるから、うん、まあ、字面にすると一緒なんだけど、はい、将来どうなっちゃうのかなみたいなね、うん、ちょっとこうなんか上がる雰囲気にはなってるよね、はいはい、うん、あとやっぱりこう、うん、あれですよね、実力がつくと不安がなくなるというか、やっぱコントロールしやすくなる感じはしますよね、うん、そうだね、はい、やっぱりその会社経営ってなんか、うん、僕も未経験の時って社長になるとか、なんか成功してお金稼ぐってかって、運みたいな要素って結構あるのかなっていう、なんか成功の仕方ってなんか漠然としすぎて、うん、なんか宝くじ当たるみたいなもんなのかな、一発当てる系とかね、そんな感じで思ったんですけど、うん、やっぱりこうやってちゃんと会社経営していくと、うん、なんか運でもなんでもないというか、うん、なんかやるべきことをやればそれに伴った結果がついてくるので、うんうんうん、そこさえしっかりやってればそんなに大きく外すことがないっていう、うん、そうだね、そこが分かってしまうと、うん、なんか本当にやったらやった分成果につながってくるし、うんうん、なんか未確定要素はだいぶ減るかなっていう感じがしますよね。そうだね、うん、僕もがそうだったけど、やっぱりこう、はい、元親父が社長だったりとかね、うん、そうじゃないと社長になれないとかね、はい、なんかすごい特別な才能がないと社長になれないっていう風に思ってたし、うん、テレビ出てる社長さんとか見てやっぱりこう一発何か当てた人なのかなっていう風に思ったけど、はいはい、やっぱり周りの社長さん見てると、うん、まあ、そうじゃないよ、やるべきことをただやった人だよね、うん、で一発当てるタイプの人もいるんですけど、やっぱそういう人って3年4年経つと消えてたりする部分って多いんですよね。そうかそうか、結局ビジネスってあれだもんね、ひととき良ければいいわけじゃなくて、人生もビジネスもやっぱり長く続けてこそだもんね、はい、確かに、うん、だからこそやっぱりしっかりそういう長く続けて実力というか、その、うん、なんていうんですか、そういうのがこう積み重ねていけられるような経営をしっかり教えてもらえるというか、学んでこれたことっていうのが僕はすごい良かったなと思っていて、うん、だからこそやっぱり先も見通しもつくしっていうのはありますね、うん、であとはまあやっぱりこう社長になって良かったこととしては、まあ時間とお金はもちろんね、はい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 、そうなんですけれど、うん、まあ、あとは周りに対してできることも増えたかなっていうか、なんか自分が成功しただけじゃなくて、やっぱそれによってまあ家族もそうですし、身内とか周りで一緒にやってるメンバーとかに対してもやっぱ貢献できる度合いっていうのはやっぱ広がったかなっていう感じは、それがね、こう幸せを感じるよね。あとはまあやっぱり達成感というか、うん、そう経営者目指してやって社長になって、そこから売り上げ上げてっていうのをこう年々目標を立てて、うんうん、やっぱ達成していく過程の中でやっぱり自信はすごいついたなっていうのがあるので、うんうんうん、そのなんていうんだろう、心のゆとりっていうかね、はい、なんかそういうのは結構大きいのかもね、はいはい、でもなんか同じ企業同じ社長でも、うん、僕らの場合は、はいはい、もう本当創業以来っちゃ創業以来だけど、うん、自分たちがこう株主というか、はいはい、オーナー社長としてやってるし、うん、
どっかから出資受けてるわけでもないし、はいはい、あと銀行から融資受けてるわけでもないし、うん、本当にこう自分たちのお金だけで会社を大きくしてきたじゃない、うん、そうですね、うん、だから、まあ、借金しないことがいいとは思わないけど、はい、もちろん借金をするして事業を大きくするっていうのもね、うん、すごくあの重要な要素かもしれないけど、はい、僕らはそれをせずに自己資金だけで会社を大きくしてきて、うん、はい、まあ、今でも無借金経営続けてるから、はい、そういう意味では気持ちの余裕っていうのかな、うん、そこにやっぱりこう違いがあるのかなっていうのは、依存度はだいぶ低いですよね。そうだね、うん、なんか昔やっぱり上場企業とか有名な企業の社長はすごいと思ったんですけど、うん、まあ、それぞれすごいんですけれど、うん、まあ、身軽度で言うとオーナー社長の方が株主もいなければ、うん、まあ、自分だからね、株主がね、そうですね、銀行がどうとか、 なんかそういうのもなく、うん、自分の自由にやれる部分っていうのはあるかなと思うので、うん、そこはまあすごくありますよね。そうだね、まあでも俺の場合は、うん、そのまあ、気持ちの面がすごい余裕持てたっていうことと、うん、あとある程度収入に余裕ができると、うん、あのまずやっぱ過去の、はいはい、なんか僕の場合は奨学金とかね、大学の時のそういうのを全部返したり、はい、あとその若い時一時払ってなかったそのなんだろうな、うん、まあ、年金だったり社会保険とか、はい、そういう未納だった部分とか、うん、返さなきゃいけないお金っていうのを、はい、あのきちんと整理できたんで、うん、そういう意味では過去のそういうのなんていうんだろう、未完了っていうか完了してないこと、はいはい、未完了だったことを完了させられると、うん、すごいこう気持ちってすっきりして、はいはい、前向きになれるんだよね。うん、確かにすっきりしますよね。それは結構社長になって、まあ、収入が安定して、まあ、収入も増えて、うん、それでだいぶ良かったなって思うことと、うん、あとはやっぱりこう元々旅行会社に入って働いてたんで、うん、やっぱりこう旅行とかにね行く頻度が、まあ、誠も一緒だけど、はい、そこが俺もすごく上がったので、うん、それはすごくね、良かったと思うし、うん、あとまあどうだろう、体型見てね、みんな気づくかもしれないけど、やっぱ食べること好きなんで、まあそうですよね。そう、うん、そこまで毎日毎日贅沢してるつもりはないんだけど、うん、1ヶ月使った領収書とかを見返したりすると、はいはいはい、結構使ってるなっていうか、もうなんていうの、はい、これね、うん、そのサラリーマン時代の自分からしたらね、うん、こんな店行けないなとか、はい、そういうとこに行けたりとかさ、うん、そういうとこでご飯食べたりとかさ、はいはい、それがこうなんか普通になってるじゃない、まあそうですよね、だからなんかそういうところもさ、うん、普段こうそんなんか忘れちゃってるけど、はい、すごい幸せなことだなっていう、まあ、そうですよね、幸せだよね、こう頑張って若い時頑張ってよかったっていうかなんていうの、金持ちだイエーイとかちょっとね、はい、そういうなんかこうわーみたいなことじゃなくて、なんか夜、はい、ふとした瞬間に、うん、なんかあの時頑張って勇気持って企業を目指して、はい、うん、あの時大変だったけど、はい、よかったなっていうふうに思う瞬間というか、そのなんかじわりと来るじわりとこうね、しなんかこう、うん、じわりと来ることがすごく多くて、実家とか帰った時たまに思いますよね、なんか実家とか昔を思い出すじゃないですか、帰ると、うん、あなんかあの時はこんな時もあったなって思ったんですよ、ね、何者でもない時もあったわけだもんね、単なるね、俺自分も学生だったりとかフリーターだったりとかね、はい、うん、そこからやっぱりこう家帰るととか ね、うん、あとね、地元の友達とかってさ、うん、やっぱあんま変わってなかったりするからさ、そうです、ね、うん、まあ、当たり前だけど今俺45でさ、うんうん、俺の友達も45歳なんだけどさ、うん、やっぱちょっと大変そうだもんな、うん、まあ、そうですよね、それでいてさ70歳まで働くっつったらさ、うん、あと倍あるんだよ、二十、うんうん、歳から働いて折り返し地点、何十歳までの折り返し地点が45歳だから、ああそうですよね、そう考えるとさ、うんうん、ここから後半戦が始まるって言われてもさ、そうですね、そりゃ大変だよなと思っちゃうよな、そこでね、マンションが残ってて、うん、お金なくて大変なのと、うん、まあ、やること先にやってしまって余裕があるのでは、たぶん大体迎え方が違いますよね、うん、そうだね、であとはまあ、あの今回このね、うん、キャリカレっていうのは基本20代のね、私たちに対してのアドバイスっていうところで考えると、うん、まあ、僕はすごく思うのが、やっぱ20代の時僕もそうなんですけど、別になんかそこまでこうしたいっていう目標がある人ばっかりじゃないじゃないですか、うん、そうだね、うん、で僕も多分大さんに出会ってなかったら、うん、社長を目指そうと思わなかったかもしれないですし、うんうんうん、まあただ
目標とか夢とかがないんであれば、うん、逆にないからこそ先にその、うん、まあやっぱ会社経営とかの実力つけて金銭的なところを先にクリアしちゃった方が、うん、そこからゆっくりやりたいことって選べるというか、うん、で僕もやっぱりこうね、第三の会社とかで働いた時にいろいろ先輩社長とかも来てくれてアドバイスもらったりとか、うん、まあ、話聞いた時に結構あったのが、うん、経済無重力状態っていう、やっぱり覚えてますね、うんうんうん、年収でいうと大体2500万以上ですかね、うん、なんかやっぱり年収2500万以下の時ってどうしてもこう経済的な値段とか何かを見た時にこう経済の重力を感じてる、うん、ただ2500万円を超えてくるようになるとその重力から解放されて金額とか値段よりもそのやっぱりその時間の使い方とか価値とか、まあそういったところでやっぱその重力から解放されるみたいなのを聞いて、それはすごいいいなと思ってますね。なるほどなるほど、お金がないから何かやりたいことができないっていうことは少なくなるもんね、はいはい、そうね、全部が全部じゃないかもしれない、うん、大概のことはできるもんね。そうですね、まあ、乗りたい車、住みたい家、行きたいところ、食べたいもの、欲しいね、ね、あとまあ20代の時とかって若い、あの健康って当たり前じゃないですか、うん、で健康が当たり前なので、うんうん、あれですけど、やっぱ30、40になってくると健康に時間とお金を使っていくことが、うん、50、60、70健康に生きるあれだとして考えるときに、うん、20代、30代で金銭的なことを解決してないと、うん、はいはい、結局そっちに時間とお金をかけられなくなってくるというか、そうだね、そこは僕結構あるのかなと思う。なるほどなるほど、うん、確かにそうかもしれない。で健康なうちにその金銭的なところを先にやっつけてしまうというか、うんうん、実力つけて会社の1個や2個立ち上げちゃって、うん、やっぱ収入を上げて、うん、まあ、本当にね1000万2000万と言わずもう少し貯めてしまって、うん、まあ、金融資産作っちゃえば、うん、40、50ってそんなにがむしゃらにやらなくても、まあ、そうだね、そう、うん、だとしたらやっぱりそこをやっぱトレーニングしたりだとか、うん、で食べ物もやっぱりよりなんか健康に使えたりだとか、うん、ジムに買ったりっていうそっちにシフトして、はいはいはい、うん、でやっぱり親の、ね、面倒もそうだし子供とかっていろんなイベントがあると思うので、うん、逆に独り身の若いうちに目標夢がないんだったら先にそこをやっつけちゃった方が、うん、その後のイベントごとというか、うん、先に向けてなんかいろいろできるんじゃないかなっていうのはすごいありますけどね。そうだね、20代がこう早すぎるって思ってるね、はいはい、まだ本番は30代からとかって思ってる人いるかもしれないけど、うんうん、若ければ若い方がやっぱりいいよね、身軽だし、まあ、そうですよね、元気だし、はいはい、抱えてるものも少ないし、うん、まあ、早すぎるっていうことは絶対ないので、はい、もう20代で、うん、まあ、起業とかに、まあ、ちょっとでもね、うん、まあ、興味があったりとか、うん、まあ、あとは将来ね、はい、まあ、どんどん年取れば取るほどどんどん10代より20代、20代、30代、30代、40代っていう風に、うん、やっぱこう楽しくなっていくようなね、はい、人生がやっぱり僕はいいなと思うんで、うん、まあ、そういう風にちょっと感じる人なんかはね、はい、20代の時にちょっと思い切ってね、うん、トライしてみるっていうのもね、はい、うん、一つ手かなっていう、うんうん、確かに、まあ、大変なこともあるかもしれないけど、まあ、もちろんそこはそうです、ね、まあ、それも楽しんでね、はい、うん、20代だったら生きれるからね、うんうん、はい、うん、ということで、はい、じゃあ今日は社長になって変わったことについてお話ししました、うん、はい、ありがとうございました。はい、このキャリカレチャンネルではですね、20代の人たちに向けて、まあ、いろいろねキャリアアップしていくための、考え方だったり方法、まあ、成功法則とかね企業について、いろいろですね今後お話していきたいと思っておりますので、チャンネル登録まだの方はですねぜひ登録していただければと思います。で、あと、まあ、一緒にね働きたいという仲間も、募集しておりますので、まあ仕事を通じてですね人に新しいことをやっていきたいとか、まあ、企業とか経営のことも勉強してみたい、ステップアップしたいという方はですね、概要欄の方から、LINE アットの方に登録していただいて、メッセージいただければですね、まあ、会社の見学等も、できるようにしておりますので、どしどしそちらの方もご応募いただければと思います。